寝定当権移転当期とは、日本における当期の対応の一つで、寝定当権の承継を当期することである。本校では不動産当期における寝定当権、移転当期及びそれに付随する当期について説明する。寝定当権が現在の当期名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として、寝定当権移転当期が必要となる。 その方法は、一般承継か、特定承継かによって一部手続きが異なる。一方、債務者につき、承継が生じた場合、登記事項の変更であるので、値定当権、変更登記をすることになる。説明の便宜上、次の通り略語を用いる。値定当権の元本確定前においては、債権上と代弁債、債務引き受け、公開によっては値定当権は移転しない。 また、ね、定当権には、持ち分という概念が存在しないので、ね、定当権共有持ち分放棄ということもありえない。ね、定当権の準共有者でなくなるためには、権利の譲渡をすることになる。詳しくはね、定当権の処分の登記を参照。一方、ね、定当権者につき一般承継があった場合にはね、定当権は移転する。本校ではこの場合の手続きについて説明する。 寝定当権者に合併があった場合、合併を原因とする寝定当権移転登記をする。寝定当権者に相続があった場合、相続を原因とする寝定当権移転登記後、指定婚定当権者の合意の登記をする。この合意の登記を相続開始後6ヶ月以内にしない場合、元本は相続開始時に確定したものとみなされる。なお、この相続登記は、 通常の相続登記とは異なる点がある。この登記でいう相続人には、特別受益者や遺産分割により相続をしないこととなったものでも、民法398条の8代1項の合意による指定を受けないことを明確に、意思表示していない場合は含まれる12月27日民、六十五5位名通知第五。また、相続人が一人しか存在しない場合でも、 相続の登記を飛ばして合意の登記をすることはできないし、相続の登記を持って合意の登記に変えることもできない。合併、相続の登記登記の目的は、ね、抵当権が前ね抵当権者の単独所有であった場合、登記の目的一番根抵当権移転のように記載する。登記原因及びその日付は、相続の場合は、前ね抵当権者の死亡の日を日付として、 原因平成何年何月何んか相続のように記載し合併の場合はその効力発生日を日付として原因平成何年何月何んか合併のように記載する。登記申請人については相続または合併によるね定当権移転登記は登記権利者による単独申請で行う。相続の場合の記載の例は以下の通りである。合併の場合も同様に のように記載し、その下に、ネテ当権者として承継する法人を記載すればよい。なお、以下の事項も記載しなければならない。添付情報は、登記原因証明情報である。合併の場合はさらに代表者資格証明情報も、原則として添付しなければならない。一方、期日の通り単独申請で行うので、登記識別情報の添付は不要である。なお、 登記原因証明情報の具体例については、所有権移転登記登記原因証明情報に関する論点を参照。論点は同じである。登録免許税は極度金額の1000分の1である。なお、波数処理など算出方法の通則については不動産登記、登録免許税を参照。合意の登記登記の目的は、登記の目的一番根提当権変更のように、 記載する。登記原因及びその日付は、合意の効力発生日を日付として、原因平成何年何月何日合意のように記載する。合意により定めた、相続人の表示は、指定婚定当権者何市何町長何番地 B のように記載する。この指定婚定当権者はね定当権の相続登記により、登記名義人となったものでなければならない10月4日民。 公3 2 3十号通達第8直書。登記申請人は、相続の登記により値定当権者となった者を、登記権利者、値定当権の目的たる権利の登記名義人を、登記義務者として記載する。添付情報は、登記原因証明情報、登記義務者の登記識別情報または、登記済証及びね定当権の目的たる権利が所有権の場合で、 書面申請の時には、登記義務者の印鑑証明書を添付する。なお、書面申請の場合でもね、定当権の目的たる権利が所有権以外の時は印鑑証明書の添付は不要であるが、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない。登録免許税は、不動産1個につき1000円である。相続または合併。 合意の投機のいずれも不規投機で実行される。合意の投機の場合、通常の変更投機の場合と異なり、変更前の値定当権者の表示を抹消する記号を記録するべきではない。値定当権の元本確定後においては、随伴性や持ち分の概念が発生するので、性質は、定当権とほぼ同じになる。手続きについては、定当権移転投機を参照。ただし、 元本確定によって、ね、定当権が定当権になるわけではないので、登記申請情報に記載すべき、登記の目的は、登記の目的一番根定当権移転などのように記載する。また、例3条9号の文言から、持ち分は登記できないとする説もある。ありがとうございます。